今夜はさまざまな問題を解決する技術や集団のお話まずは創業100年を超える老舗料亭菊の井から3代目の村田さんは和食文化を守りながら革新的な味を追求する料理人だ例えばこちらは伝統的な京懐石の一品 ユリネマンジュ、村田さんはフォアグラのあんにトリュフを添えて仕上げた。こうした料理が評価され、14年連続でミシュラン三つ星を獲得している。どうもどうもお久しぶりです。ですどうぞどうぞ。そんな村田さんには道具に関する悩みがあった。この日、その問題を解決する試作品が届けられたのだ。 いただいおこれは素晴らしい全然ちうやん真っ黒なステーキナイフ材料はセラミックスデザインに関してはデザインは素晴らしいと思って、ね、握り心地も非常にいいしこの重量感も非常にいいなと、うん、実は村田さん外国人向けのコース料理にこんな 和牛のステーキを組み込もうと検討していたしかし従来のステンレス製のナイフではスパッと切れず肉汁が出てしまうでは試作したセラミック製のナイフならどうか。 おお、一発で切れた全然切れ味が違うこの切れ味ならいける村田さんは大満足うんほかのセラミックでもこういうもん作ってるとこはあるけどもやっぱり一番技術的に進んでるのはキョセラでしょそう 悩み事を解決してしまう技術や集団の正体はキョウセラだその活躍は意外な場所でも水族館にも京セラ 水族館の悩みを解決した京セラの技術はバックヤードの中に水槽を真上から光うと照らしていたライトこれを開発したのが京セラなのださまざまな光を再現できる LED 照明水族館の場合は海を切り取って。 見ていただきたいという思いがありますので魚の色の出方っていうのも重要ですどれだけ違うのか比べてみた他社の水族館用 LED に比べ京セラ製の方がクマの実の色がクリア魚が持つ本来の色を美しく再現できるのだ実は従来の水族館用の LED では サンゴが育ちにくかったその悩みを受け京セラが開発したのがこのライト海中の太陽光に近い光を作り出しプランクトンの光合成を活性化これがサンゴの餌となりすくすく育つようになったのだ驚いてますはい <laughs> あの。入れた時に比べると すごくこう隙間がないいぐらいに成長してますしさまざまな業界の問題を技術力で解決し売り上げを2兆円近くまで伸ばした京セラ何を作っているかあまり知られていないが実は身近なところでもたくさん使われている例えばこれ車のヘッドライトの LED。 国内メーカーの90%がキョウセラの部品を使っている。レジのレシートを印刷する部品は世界シェア46%。デジタルカメラのイメージセンサーの基板は世界シェアで5割を超える。これらに共通して使われているものこそファインセラミックスという素材だ。 ファインセラミックスとは粉末にしたアルミニウムなどの鉱物を調合し1,000度以上の高温で焼き上げたいわゆる焼き物材料の配合などによって電気を通さないようにしたり耐熱性を持たすこともできるこれが京セラの強さの源その実力を 先端機器の展示会でも目撃京セラのブースには半導体製造装置の部品が並んでいた見ても何がすごいのかよくわからないが来場者の目は釘付けた。

ちゃんと供給してくれるすごいメーカーです半導体などの強セラの部品は最終性能に直結するだから各メーカーは信頼の高い強セラを選ぶというセラミックの製品でなんか,か同じ性能を100枚作ったら100枚同じ作るのって難しかったりするんですけど数字をその保証してる会社っていうのが恐らく強セラさんだけだな キョウセラの創業者稲森和夫は17年前カンブリア宮殿に登場 <laughs> その席で京セラの社員が守るべき理念京セラフィロソフィーを紹介してくれた手帳にまとめられていたのは自分を犠牲にしても他人を思いやる利他の心など。 稲森がたどり着いた境地ともいえる言葉私は中小零細企業で本当に始,めま,した始まったんでですねその時にその技術がそれほど優れたわけでもないしもちろん資金なんかがあるわけではありませんから頼るものののというのは人の心と思ったんですね。そんな稲盛が最初に生み出したのがブラウン管テレビの絶縁部品。 これを日本で初めてファインセラミックスで作ったのだ従業員28人の小さな町工場だった京セラはファインセラミックスを使いさまざまな製品を生み出していく事業の多角化も進め大企業となったのだその急成長を支えたのが 稲森が生み出したアメーバ経営と呼ばれる経営術だ。